なのであんまり厳しいこと言わないでください。ほら、トゥドベンハルミです。今日はね、ちょっと皆さんに勘違いされてるんじゃないかなっていうことをね、いろいろ話していこうと思います。ね、私の日本に対する思いです。正直ね、はっきり言って私日本に住むつもりって今後ないんですけど、住みたくないです、それにはまあいろんな理由があるんですが、でもね、それイコール日本が嫌いとかそういうことじゃないんです。はっきり言って日本のことはね、すごく大好きだし、日本の文化とか日本人とか日本語とか日本のもの、食べ物とかもすべてです。すべて好きなんです。好きで仕方がない。ただそれが日本にいると、すごくいいことが、悪い面も見えてきちゃうから、そこがね、嫌なんです、私。で、自分の心の中が、なんか汚くなるんです。それが嫌で、ちょっとね、遠くから見てるくらいがちょうどいいんですよ。それから、こうやって海外に住んでたり、あと、帰国子女の人とか、例えば服装が違ったり、喋る言葉もなんかちょっと英語なまりになってたり、そういう振る舞いが違うと、なんかこう、かっこつけてるとか、かぶれてるとか、そういう感じに見られることもあるんですけど、でもね、実は結構逆のことも多くて、海外にいるからこそ、自分が日本人であるっていうことが一番の武器だっていうことを知ってるんですよ。日本にいると自分が日本人であること、日本語を喋れることとか、日本人の身なりをしてることっていうのがごくごく普通でしかないけど、海外にいるとその一つ一つがもう特別なんですよ。それは自分が思ってるだけじゃなくて、周りからもそういう目で見られる。自分が日本人であるっていうことが一番の強みなんですよね。だから海外にいると英語がちょっとできるっていうのが強いんじゃなくて、自分が日本語ができるっていうことの方が強みなんです。それを理解してるから、だからこの帰国子女とかそういう方に限って結構こう日本の情報とかを海外に発信してたり、英語ができるっていうことで、例えば日本テイストのブランドを立ち上げたりとか、そういうのって結構ありませんか？なんかやっぱ外にいるといいとこしか見えないから、私もそうなんですけど、すごいね、いいとこ取りをしてるんです。なんか日本の悪いことももちろん知ってるけど、いいこともたくさん知ってる。それは、やっぱり外と比べた時に、日本のいいところってすごくこう実感できるから、それをもう誰よりも一番よく知ってる。日本にいたらもう当たり前でしかないこの日常が、海外にいると、あ、これは当たり前じゃないんだなっていうのを実感できるから、建築とかもそうですけど、こう中でガチャガチャやってるだけでは、こう全体像って見えない。ちょっと離れてみないと見えないですよね、形が。なんか日本のことをよく言ってくれる人、日本人にしても外国人にしても、日本ってこういう国なんだよ、こうなんだよっていうような、そういう話を聞くとね、もうね、涙が出てくるんです。涙が出る。あと、たまに勘違いされるのが、ブラジル人に対するイメージとか、私のブラジル人に対する思いとか、あとね、こんな風に思う人もね、いるみたい。ブラジル人なんですけど、私がブラジルのことを悪く言ってるって思う方もいるみたいですね。こう動画でいろんなことを話してるので、ブラジルはこう停電が多いとか、だこうだ犯罪が多いとか、そういうのをすごく嫌がるブラジル人もいるみたいなんですが、そんなこと全然ないですよ。ブラジル好きですよ。日本も好きだし、ブラジルも好きだし、別にどっちがいいとか悪いとか、どっちもいいとこもあるし悪いところもあるし、どっちも好きです。最終的にはもうその人それぞれなので、別に日本人はこうだ、ブラジル人はこうだって、そういうのはもう、言えないですよね。ただやっぱ国民性っていうのはやっぱりあると思います。で、たまにもうね、最近もあったんですけども、無性にね、本当になんでこんなにブラジル人って優しいんだ、いい人たちなんだ、なんでこんなに温かいんだって思うこと結構ねあって、そういう時になんか、なんだろう、こういう環境を与えてくれて本当にありがとうって、誰かに、何に感謝すればいいのかわからないけど、神様ありがとうですね、ブラジル人風に言うと。
ブラジル人の優しさに触れるとなんか自分がすごいちっぽけな汚い人間に見えるんです。例えばブラジル人って本当にちょっとしたものでもすぐね分けたがるんです。食べ物とかね、食べる？飲む？とか、本当に一個のこのパンとかですよ、これもうかじったやつを食べるとか言ってくれたりとか、もうそれはもうエドカッション、教育でそうなってるんですよね。あの別にねみんな裕福なわけじゃないんです。まあブラジルはあの階級があるので裕福な人は裕福で貧しい人は貧しい人って、そういうの差がすごいんですけど、でもそういう差に関係なくすごく貧しい人でももうちょっとしかないもの、それをみんなで分け合うっていうね、そこのなんでしょうね、日本人にはない感覚です。まあ、そういうこと言うとね、あのまたね日本も昔はそうだったんだよってなんかコメントされそうですが、そうですよ、日本もね、まあ、そうですよって、私はまだ生まれてなかった時代なので分かりませんが、まあ、想像つきます。まあ、アメリカもそうだけど日本もやっぱり先進国っていうところはどうしてもね、個々一人一人を大事にする、尊重する、こう一人一人の人権とかなんかまあそういうのを大事にされるので、なんかねどうしてもこう冷たく感じることがあるんですよね。なんて言うんだろう、団体っていうかもう一人一人だ、この人と人とのつながりとか、なんかそこが全部こうお金なのかやっぱりとか、結局自分の利益がやっぱり優先されるのかとか、やっぱそういうところでブラジル人と関わってると、あ、そうじゃないんだなっていうのを感じるんですよ。別にお金がどうのこうのじゃない、そういうのをね本当にね心からなんか汚いことを考えずに、わかんない、考えてるかもしれないけど少なくともねあんまり表には出てこない、すごくね温かい。ブラジル人もねちゃんと空気読むんですよ、空気読むし言葉を選ぶし、それにねブラジル人ってなんかすごい勝手に何でも自由にっていうイメージがあるかもしれないけど、特にブラジルの外に出たブラジル人はすごくルールを守って礼儀正しいし、まあそれも人によりますよ、だ本当に一部の人がルールを守らなかったりなんか周りに迷惑をかけたりとか、あでもその一部じゃなくてもそういう文化とか分からずに知らずに悪気もなく、なんていうの、周りに迷惑かけちゃうこともあるかもしれない、でもそこって結局文化の違い、無知なんです、分からないんです。だからそこはコミュニケーションでこう穴を埋めていくしかないんじゃないのかなって思います。ただそこをコミュニケーションもせずに、あやっぱりブラジル人はこうなんだなとか、そうやって決めつけたりするのは本当に寂しいなって思います。やっぱりコミュニケーション、うん、この文化の違いとかそういうのを埋めるのってコミュニケーションじゃないかな、情報とコミュニケーションかなって思うので、たとえ周りに一人二人変なブラジル人がいるからって、ブラジル人って思ったりとか、まあ、そんなのもう何人でも一緒ですよ、日本人でも本当に変な人いるし、ブラジル人でもいい人もいれば変な人もいるし、あとはね最近まあ語学の話も結構してるんですけど、子供の話とかね、私自身がこの語学っていうものを本当にこうコミュニケーションの手段、自分をこう表現するための一つの方法、そういうふうに捉えてるというか捉えたいって思ってます、どっちかというと。それだけじゃないですよ、やっぱりちゃんと喋れた方がかっこいいし、やっぱりできないよりもできた方がいい、なので自分自身も向上心はすごくあるから少しずつ良くしたい、磨きをかけたいっていうのはもちろんあるけど、でもそれは別問題なんですよ。例えば歌とかと一緒で楽器も一緒だけど、やっぱり下手くそよりも上手い方がいい、あの練習してもっと上手くなりたいっていう、そういうあのなんていうの、向上心であって、それとこうコミュニケーションを取るとか、あの普段生活していくとか、こう友達とこう話せるようになりたい、相手が何言ってるのかを知りたい、自分が話したいことを話したい、そことはねまた別の問題だと私は思ってて、だから今ポルトガル語を勉強してる人にも本当にねあんまり細かいこととか、今まで自分がこう小中高と英語を勉強してきたこととか、そういうのとちょっと発想をね変えてもらいたいなって思うんですよね。
決して語学ってテストで100点取るためのものじゃないし、周りと比べて、あ、自分はあんまりできないとかそういうものでもないし、競争じゃないし、別に1個より2個できた方がいい、2個より3個できた方がいいっていう、別そういうわけでもないし、できなきゃできなくてもいいし、私もそうだけど、子供と私は日本語で話して、で帰ってくるのはポルトガル語だったり英語だったり、もう別それでいいっちゃいいし、コミュニケーション取れてるんだから、別に私はそこに特にこだわりないです。絶対に日本語と日本語で話さなきゃいけない、ポルトガル語とポルトガル語じゃなくても別にいいじゃないですか。日本語とポルトガル語でもそれでコミュニケーション取れてんだったら私はそれでいいと思います。このコミュニケーションを取るっていう目的のためだったらね、それはやっぱ目的によって変わってきます。じゃあ例えば、まあ今子供の話を出したので、子供の日本語力を伸ばしたいっていうんだったら、やっぱそれじゃ困りますよね。こっちが日本語で話したら、じゃあ日本語で返してねって、それはまただから別の問題なんですよ。好きなように表現してくれればいいなって思うんですけど、まあでもね、だからって言ってそこまでシンプルな単純な問題でもないんです。やっぱりルーツは日本にあるわけなので、家族もいるし、まあ、自分たちが興味持った時に、その時に自分でまあ勉強すればいいんじゃないかなと思ってるけど、まあ、ただそうやってじゃあやりたいっつってパッてやってすぐにできるようになるってわけでもないから、ある程度のやっぱベースは作っといてあげたいなっていうのは思います。やっぱりそのベースがあるかないかでは全然習得の速さが違うので、でよくこう子供に強制するのはかわいそうとかっていうのがあるんですけど、結構ね、その強制っていうのもね、実際ね、子供がもちろんかわいそうっていうのもあるかもしれないけど、それって親の立場になるとすごくよくわかるんですけど、強制するのも結構大変なことです。親の根気がすごく大変大変だ。はっきり言って、私みたいに自由にさせといたらっていうのはすごくなんか、なんていうの、強制しないでのびのびな感じでいいように聞こえるのかもしれないけど、でも逆を取るとね、私がただ怠慢なだけです。めんどくさいんです。ここは日本語で喋りなさいとか、結構親の根気がすごく本当に大事で、やっぱり2カ国語とか3カ国語とかを上手に扱えるようになる子供を育てるのって、本当にちょっとやそっとのことじゃない、すごく大変なことで、それをね、一概にやっぱりそれは悪いことだとかいいことだとか何とも言えないです。わからないです、本人たちにしか。その親御さんの考えとか、子供自身が、その子供がどう感じてるかとか、もうそれぞれ違うので、もう状況が少しずつ、全く同じ状況の人なんて本当にいないんです。いない、それぞれに違う。だから一概に言えない、これはいい、これはダメとか。私もね、結構動画が増えてきて、もう700本以上くらいあるんです、動画が。で、いろんなとこでいろんな話をしてて、まあ、まさか全て見てる人はいないと思うので、こうたまたま1本だけを見て、まあいろいろね、勘違いされることも多いです。まあ、ですが、割と柔軟な人間です。なので、あんまり厳しいこと言わないでください。はい、というわけで今日の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、チャオチャオ、アテプロスモベージュ。